超美味しい。クリスマス音楽になってきた。いいな。皆さんこんにちは、タクです。僕は今ドイツのフランクフルトに来てます。で、サムネにある通り、これからレーマー広場の、クリスマスマーケットに行っていきたいと思います。今ここにね、あるように結構街の至る所でクリスマスマーケットっていうのはやってるんですけど、レーマー広場のクリスマスマーケットが世界で最古のクリスマスマーケットってことでめちゃめちゃ有名なんで、そっちの方に僕は行きたいと思います。早速ここから歩いて10分ぐらいなんで、街の様子を見ながら一緒に行きましょう。やっぱりクリスマスマーケットってワクワクするよね。もう22歳なのにクリスマスマーケットって聞くとなんか金が鳴ってる、嬉しくなる。ここはね、すごい大通りのフランクフルトの中でもすごい大通りです。ここはそんなことよりもさっさとレーマー広場に向かいましょう。実はドイツにはクリスマスマーケットって本当に各都市にあるんですけど、その各都市ごとに特徴があって、フランクフルトの場合は世界で一番古いクリスマスマーケットって言われてて、ドレスデンとかローテンブルクとかのクリスマスマーケットは世界で一番美しいとか世界で一番有名なとかいろいろ名前があるんですよね。ただ今回は間違えないように、フランクフルトは世界で一番古いクリスマスマーケットらしいです。ちなみに僕は明日、明後日、しあさってともうドイツのクリスマスマーケット回りまくるんで、そちらも気になる人はぜひチェックしてください。ここお昼食べ損ねたけど、すごい有名なドイツ料理屋さん。このお店ではこういう風に有名なミートボール、ミートボールっていうのかな、ハンバーグっていうのかな、とかこのソーセージだよね、やっぱり有名なのは。こういうのが食べれるお店になっています。ロマープレスブルネケン。まあいいや。正面に見えるのがフランクフルト大聖堂。これもめちゃめちゃ迫力あるよね。夜だとすごい綺麗。いやでも本当にフランクフルト大聖堂本当に綺麗なんだよね。お昼に実は入ったんですけど、もう中が天井も高くって開放感があってすごかったです。で、普通の教会と違って彫刻とかが結構置いてあったり、あとは何だろう、あとなんか人形さんとかも置いてあって、なんかちょっと変わった教会でした。でも綺麗でした。もし機会があれば入ってみてください。なんか街を見ながら歩いてるとレーマ広場に行くよりもいろんなことを喋っちゃうから良くないね。早くクリスマスマーケットに行かないと。音楽が聞こえてきましたよ。もうそろそろレーマ広場だ。人がね、多くなってきてるからもう近づいてるなーっていう気する。あ、なんか楽器弾いてんのかな。いいね。いや本当にクリスマスマーケット最高。もうテンション上がっちゃうもん、なんかわかんないけど。ついに近づいてきた。明かりが見える。クリスマス市場の、クリスマスマーケットの光が見えてきた。来た来た。あのね、光が輝いているところがレーマー広場、世界最古のクリスマスマーケット。せっかくなんで動画もあんまブツブツ切らずにガーって流していきたいと思います。で、まあなんか気にならない、いらないよっていうところは一人それぞれが飛ばしてもらったりしてくれたらいいです。僕も楽しみながら一緒にみんなで楽しんでいきましょう。世界最古のクリスマスマーケット。すごい並んでるお店。なんだこれは、マンデルバー。へえ、すっせマンデルバー、めっちゃ並んでる。何なんだろう。何なんだろうね。あー、結構これお菓子お袋で売ってんのかな。
Can I? Can I try? Thank you. 食をいただきました。食べてみます。こういうキャンディーみたいなお菓子みたいなやつです。食べてみます。コリコリしてる。おいしい。どんどん先に行かないと。でもさっきの、お菓子もカリカリしてて美味しかった。うわー綺麗。ここグリューワインって書いてある。あれだね、グリューワイン有名だもんね。うわーみんなホットドッグ食べていいなー。人が動いてる。どんどん先に行かないと。でもさっきの、お菓子もカリカリしてて美味しかった。うわー綺麗。ここグリューワインって書いてある。あれだね、すごい中心に観覧車がある。結構しかも早いんだけど動くのが面白い。結構早くない？面白い。写真戻ってる。これ乗れるのかな。あ、ここにある。何円なんだろうこれ。 3.5 ユーロだね。ってことは500円ぐらい。でも楽しそう。へえ。いやでも子供しか乗っちゃダメなのかなこれ。 Can I ride? One person?This one? How much? これ20歳以上禁止だったりしないかな。大丈夫かな。フランクフルトの一人用の乗り券買いました。なんで俺がこれ乗っていいのかな。まあいいか、乗っちゃおう乗っちゃおう。どこいいかな。これにしようか。この馬ちゃんにします。いいよ、ちょっと、あ、金があった。始まるか。上からクリスマスマーケットの様子が見える。あ、動き始めた。もう誰も見てないから恥ずかしくないもんね。こう見ると本当にどのお店の屋根にも人形が乗ってたりして、上からも楽しませてくれるのすごい。結構長いんだけど、ちょっとそろそろ恥ずかしくなってきたかも。すごい人多いし、クリスマス音楽鳴ってきた。ちゃんと大人も乗ってるね、俺以外にも。せっかくフランクフルトの、クリスマスマーケット来たんで乗れて満足です。ちょっと恥ずかしいけど、みんな手振ったりして楽しそう。そりゃ楽しいよな、こんな。乗り物満喫したんで、次クリスマスツリーこれ見に行こう。乗ってる間に、うわめっちゃいい匂いして、今シナモンかな。まあいいや、乗ってる間に見えたこのクリスマスツリーがでかいのよ。めっちゃ綺麗。ちょっと人がいるから
もうちょっと前に行こう。みんな本当に楽しそうなんだけど、めっちゃゆっくりワイン飲んだり。すごい、このクリスマスツリーでかい、綺麗。奥のさ、このレーマー広場特有の家の形、これもめちゃめちゃいいよね。次ちょっとこのカッセウォルフハートっていう、これクリスマス用品が売ってるお店なんだけど、ここは年中クリスマスの商品が売ってるんですけど、特にやっぱりクリスマスの時期にはいろんなものが置いてあるらしい。楽しみ。ちょっと行ってみますか。なんか2人ずつとかの入場らしくって、ちょっと今待ってます。入場制限あるんだね。お、あげてくれた。 Thank you。 僕がいいなと思うやつ以外にもいろいろなんか全部ゆっくり見せていけたらなと思います。まず最初に木で作られた置物だね。あ、260ユーロ3万円ぐらいする。もっとするね。結構高いね、やっぱり。でも可愛いね。これは139、140が2万円ぐらい。すごいね、いろいろある。マグネットかな。マグネット 3.5 ユーロ。ここら辺は買いやすいかもね。ちょっとこの天使の飾り 8.5 ユーロ。これこれ何、え、これ何に使うんだろう。一応これ 9.95、 10ユーロぐらい。何に使うか分かんない。これ何なんだろう。ここら辺は人形像だね。人形というか、なんかアニメーションみたいな感じだ。動物だ。ここら辺は、ここら辺の人形みんな口開けてんだけど、可愛いけど。あ、でもこれも結構いい値段する。そらそうか。この子かわいいけど50ユーロ。このおじいちゃんとかはもっと高いんだろうね。このおじいちゃん115ユーロ。これ何、これはお菓子かな。ウォルファート、お菓子かな。これは分かんないや。あ、ここら辺はローだ。ローが売ってる。ロー結構可愛いの多いね。え、このサンタさん可愛くない。え、なんか顔があれだ。え、このサンタさんでも可愛い気がするんだけど。 1.95 ユーロ、なかなか悪くないんじゃない。このプレゼントボックスも可愛いよね。これも 1.95 ユーロ。え、これ可愛くない。この2つ並べたりして 1.95 ユーロと 1.95 ユーロだったらまだ安い方だよね、きっと。こんなんも可愛い。こういうの全部 1.95 ユーロ。こういう毛についてるやつも一個一個買えるみたい。このバイオリンとかも買えるんだね。19ユーロだって。へえ、全部買えるんだ。お気に入りのあれば。ここら辺はアクセサリーだね。うわ、これとかかわいい。27ユーロ。かわいい。いろいろ種類がありすぎて、全部見てられないな、これ。こういうクリスマスのオーナメントとかって、買いたくなっちゃうよね。年1回の1日しかないのに、なんでこんなに買いたくなっちゃうんやろってぐらい。カメラマンさんだ。カメラマンさんとキノコ、キノコ職人。あ、デンティストもいる。いろいろいるね。これは釣り？釣りの人。これ全部30ユーロ。この辺のスノードームも結構かわいい、かわいいの多い。しかも手作りだから、これ顔が結構面白いのよ、サンタの。
見えないかな、めっちゃ面白い。これとかすごい顔してんのよこの子遠くから見たら可愛いけどね、全部可愛いけど。うわこれとか可愛いじゃん、めちゃめちゃこれ可愛くない、タンバリン持って、え14ユーロ、えこれちょっと可愛い、いやどうしよう、えめっちゃありだな。車に乗ってるイカシタさんともいるスノードームマジで一個一個全然違う、面白い。うわこのクリスマスツリーと一緒にあるやつもいいな。クリスマスオーナメントのお店ここ満喫できました。僕もあのサンタのやつとあとプレゼントのやつだけ買いました。本当はねもっとたくさん買いたいけど持って帰るのが大変だから、これからちょっと食べ物とか飲み物とかあったかい飲み物飲みたいと思います。みんなこのお店の前とかで本当にワイン片手に喋り合ってるのめっちゃ雰囲気。僕はもう食べたいの決まってて、もうソーセージともう一個あのキノコの料理が有名なんでその2つを食べたいなと思ってます。あとはホットワインやね、ワインも飲みたいと思います、せっかくなんで。あここのやつだね、毎年マウカップは毎年フランクフルトのなんていうかなマウカップは決まってて、今年は黒色のサッカーをモチーフにしたやつらしい。あれもそうだよね多分マウカップはフランクフルトのこのクリスマスマーケットで1個一応サッカーのやつが決まってるんだけど、それ以外にもあのなんかそれぞれのお店で毎年クリスマスマーケットごとに出してるところもあるそうです。だから意外とねみんな持ってるやつが違ったりする、面白い。であのワインを買ったらそのカップ代も払うことによってそのカップも持って帰れるんだって。なんか記念に持って帰っていいよね。行列並んでるお店のホットドッグがめちゃめちゃ美味しそうだったんでそれ食べに行こうと思います。屋根の上でね豚ちゃんが動いてる。あえて机の上でね食べる台みたいのもあるから食べやすそう。僕も行列並んでホットドッグ食べに行きます。エビチキパターチキパターチキやばい、もう買いに行くのも一苦労だ。シャンペニオンっていうのもフレッシュマッシュルーム、これもめちゃめちゃ美味しそうだから食べたいんだよね。このお店どっちにしよう。うわでもあのソーセージがやっぱ美味しそう。すげえめちゃめちゃソーセージがなんか焼いてる。うわ4ユーロみたいです。でこっち側がビーフでこっち側がポークのウィンナーらしいです。ダブルソーセージ、いや、ちょっと2本のやつもあるんだ。もらいました、これだ。すごいめちゃめちゃジューシー。かけすぎたかな。 OK よっしゃ、念願のホットドッグ、これ 4.5 ユーロでした。美味しそうマジで、しかも結構でかいんだよね。みんな買いまくっててめっちゃ盛り上がってる。ドイツの初ホットドッグ、初ソーセージ食べてみます。めっちゃジューシー。お、パンカリッカリでソーセージも焼きたてだからめちゃめちゃ美味しい。もう結構量ある、これ 4.5 ユーロにしては。サンタさん帽子かぶった人もいて愉快だな。That's your 20 euro, huh?
Thank you. €6.50 Okay. マッシュルームのチャンペニオンってやつ。€6.50です。ゲットン。シャンパニオンとあとアップルワイン買いました。このアップルワインっていうのがフランクフルトで多分有名なやつみたいだったんでそれにしました。この念願のマグカップで、ちょうどサッカーのなんか記念のやつみたいで、なんで書いてあるんだろう、よくわかんないけど、サッカーの今年は2023年のフランクフルトのクリスマスはサッカーのやつになってるらしいです。クリスマスツリーの一番上がスターがサッカーボールになってる。本当は店の奥で食べようと思ったけど、もう混みすぎててもう席がないもん。全然もう注文もひっきりなしに入るし、ソーセージでっか。これうまいわ、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、想像より全然美味しい。この蒸してあるマッシュルームに下の方にこうやって味がついたタレが入ってて、これちょっとピリ辛なんだけど、上のサワークリームっていうのかな、これこの甘いクリームと一緒に食べたらめっちゃめちゃ美味しい。チャンパニオンめっちゃ美味しいんだけど、量が多すぎる、めちゃくちゃ多い。マッシュルーム大好きだし味も美味しいから好きなんだけどね、ちょっと多すぎかも。その分のワイン代が €3.5で、このマグカップ代が €4みたいらしいです。だ僕は €4で持ち帰りたいと思います、記念に。はい、皆さんどうでしたか、このフランクフルトのバレーレーマー広場のクリスマスマーケットは。僕はひたすらにエンジョイできました。てか僕がもうエンジョイしちゃっただけの動画になったかもしれないです。ちょっともう見てて思んなかったらすいません。なんですけど、まあせっかく旅行に来てて記憶に残したいなと思ったのと、まあできればこの素晴らしいクリスマスをみんなにシェアできたらなって思って撮りました。で僕はもうちょっとここでゆっくり過ごして宿に帰りたいと思います。で明日からもうフランクフルト以外のいろんなニュルンベルクとかローテンブルクとかクリスマスマーケットにも行くんで、その動画もまあ作る気力があれば作っていきたいと思います。じゃあそんな感じで僕はもうちょっとゆっくりして楽しみたいと思います。じゃあバイバーイ、乾杯、バイバーイ、サンタさん。そういえば現実的な話すると、ちなみにカッパドキアの気球ツアーはキャンセルになって、その次の日の朝もキャンセルになったので景色すら見れませんでした。残念。まあそれはしょうがない、もうこのクリスマス気分でチャラ以上だな、もう勝ちです。よくわからなかった。はい、じゃあバイバーイ。今バスだな。よし楽しもう、もうちょっと。Now, right?